エルネスト・サバトはアルゼンチンの作家。ブエノス・アイレス州ロハス生まれ。両親はイタリア系のアルバニア移民で製粉症を営んでいた。中学時代より文学、数学に親しみ、大学では物理学を学ぶかたわら共産党に入党するが、国際会議に出て失望を味わってからは科学の世界に没頭した。1938年国立ラプラタ大学で、 物理学の博士課程を修了、奨学金を得て、キュリー研究所にて放射線研究を行い、その一方で、シュルレアリストたちと交友を持った。その後マサチューセッツ工科大学に移り、1940年に帰国した後は、大学で相対性理論、量子論を教えつつ、文学導入誌にエッセイの発表を始め、文芸誌への寄稿をきっかけに、ボルヘストも信仰を結んだ。 1948年、最初の長編小説、トンネルを発表。国内で評判を得た、この作品はカミュに絶賛されて節訳され、彼の名を国際的に高めることになった。その後の小説は、英雄たちと墓、根絶者アバドンと、その作家としてのキャリアにおいて、わずか3作しか発表していないもののいずれも評価が高く、佳作ながら重要作家として知られた。 一方で断片的なエッセイは継続的に発表しており、エッセイ集は人と宇宙、人間と歯車、ヘテロデクスといった文明論集、作家とその亡霊たちのような文学論集など20冊を数える。文学論においては実存主義的立場からヌーボーロマンや構造主義に対する批判もいった。1976年にはサバト報告書と題する。 1973年から1983年まで続いた独裁政権の犠牲となった反体制活動家たちについての5000ページにわたる国名な報告を発表している。1984年にはスペイン語検最高の文学賞であるセルバンテス賞を、1989年にはエルサレム賞を受賞、ノーベル文学賞の候補としてもたびたび名を挙げられた。 ありがとうございます。